変大変、この先の町にミッテルフランク歌劇団が来てるよ。え、本当ですか？こんなところで会えるなんて。待て待て、どういうことだ？帝都に劇場を持ってる歌劇団だよな。帝国と停戦になって友好の証としてわざわざ公演に来てくれてたみたい。それで今は歌劇団や護衛の人たちが義勇兵になって、町の兵士さんたちと一緒に町を守ってくれてるようなの。歌劇団が義勇兵に？ミッテルフランク歌劇団には熱烈な支持者が数多くいるという。正確には歌劇団の花である歌姫にほだされた者たちということになろうが、そういった者が義勇兵を買って出ているのではないか。そういう世界があるのか。だがそんな奴らじゃ族徒に対抗できないだろう。頑張ってるけど苦戦中みたい。陛下、歌姫をお助けいたしましょう。陛下君、おでも歌劇団に加勢してぞ。歌姫に会ったって妹に自慢できるしな。なんだよ急に陛下って。歌劇団を見たいだけじゃないのか？お前らといるとどんだけ深刻な戦況でも緊張感が吹き飛ぶな。まあいいが、とにかくその町にいる族を潰そう。急いで向かうぞ。町の住民の救出が最優先だ。戦ってくれている義勇兵も助けてやれ。すると賊どもの中に怪しげな奴がいたら闇に埋もくものかもしれない。注意しろ。一体どれだけの賊がいるのだ。皆を守りながら戦うのも限界があるぞ。あれはハンデラ先生。大変、助けてあげなくちゃ。誰かいないの？お願い。よし、いや、さすがに手は抜かっ。さあ僕にて。やってやるぞ。ここが腕の見せ所ってね。この手を試してみるか。今か弱き民の声が聞こえたぞ。ここで振るわねば何のための貴族か。避難した民はここに集まっている。貴族の責務にかけ絶対に守り抜かねばな。一息に落としてしまおう。俺に任せとけ。出番なくていいんだけど。おお、救援に来てくれたのか。我が輩の手に余る事態であった。助かるよ。よし、さっさと攻め落としちゃおっと。どけ。はっはっはっ。やる。
勝を得たか。感謝するぞ。マヌエラを見なかったか。賊の頭を追ってどこかへ行ってしまったようでな。お前は誰だ。なんで私を追ってくる。か弱い民から財を奪おうだなんて絶対に許せないのよ。私敵を追い詰めてるのはマヌエラ先生か。俺たちも加勢するぞ。さあ、奪った金目のものを運び出しますよ。急いで急いで。少し休んだろ。俺に任せとけ。援護に回るか。作戦開始だ。やってみよう。これならうまくいか。覚悟を決めて。よし、いっちょやってやんぞ。やってやるぞ。こっちな、私は他人のものを簡単に奪っていく盗っ人連中が一番許せないんだ。工場のように。私が行くよ。自分の番か。お、出番だな。さあ、一気に攻め立てましょう。お願い、手を貸して。過激団の皆だけじゃ持ちこたえられそうにないの。君は。よし、待っていたまえ。賊とごときに歌姫を傷つけさせはしない。少し休んだ。盗品を取り戻したぞ。ざまみろ。私は違うんだ。やるしかねえ。敵将撃ち取ったり。って嫌だわ、私ったら。身代わりを用意しておいて助かりましたね。変な連中も来ましたし、退散しますか。この手を試して援護に回った方がいいな。よし。さあ、僕の手。邪魔だ。が本物か。逃がさねえぞ。ここは頼んだわよ。私はそろそろ戻って傷ついた人たちの治療をするわ。あの羽橋を下ろせば対岸に渡れるんですけどね。開けない。ちょっと話が違いますよ。ちょっと仲間に見捨てられたか。自業自得だ。奴にとどめは刺すぞ。私は逃げ遅れた商人で。騙されませんか。商人のままでいられたら楽に儲けて。多分ガルグマクに出入りしてた商人だろうね。顔に見覚えあったし。
しい、やっちゃうよ。さすがに手は抜かないから、やってやるぞ。張り切っていくぞ。身ぐるみ剥いでやってしまえ。町の南側にも被害が。みんな急いで向かってください。まだ取り残されている人がいるようです。急いで救援に向かってください。手遅れになるのに助けないと。この手を試してみるか。よし、やってみます。さあ、僕の出番だ。よっ、よーし、さっさと攻め落としちゃおっと。どうしてこんなひどいことを。私、許しませんから。その身を刻んどけ。俺に待て。援護出番なか。許さないからなんだ。貴様も痛めつけて泣き叫ばせてやる。誰か助けてくれ。俺を見捨てないでくれ。この手を試してみるか。よし、やってみますかね。よし、試合一発。甘く見てた。こんなやつを守護者ってことはないわ。闇にうごめく者たちはどこにやがる。やっと、やってやるぞ。ここが腕の見せ所ってね。これの出番か。ここで満州か。厄介なもんが出てきちまったな。これ以上町の被害を増やされたらたまらんな。我らで撃つぞ。伸び悩んでるのか俺。体がおかしいわ。もしかして敵の武器に毒が。ドロゼアが毒。まずいな。早く避難所へ連れて行ってやってくれ。攻撃の手を緩めてはなりません。東側に跳ね橋があります。ドロゼアはそちらから救援しましょう。邪魔よ。しつこいな。ありがとう、迷惑かけちゃってごめんなさい。本当にありがとうございます。感謝してもしきれません。無事に助けられてよかった。俺は止められない。さすが、どう言うべきかしらね。これが傭兵だ。邪魔だ。その身に刻んどけ。苦しい。私ダメかも。
かなかの筋肉だが、俺だって負けてねえぞ。これが妖精だ。その2機残酷。生き延びられたのかしら。この返さないわけにはいかないですね。そうしたいなら体を治しておくれ。続退時が終わったらまた話そう。あら、珍しい毒ね。でも大丈夫よ、ドロテ。絶対に治してあげる。よし、やっちゃうよ。すす、私。こんなものまで現れるとは。クロードの言っていた懸念が当たったか。攻撃は有効なようだ。この調子で攻め立てるのだ。その身に刻んどけ。私もかろうじて無事のようだな。やはり俗には餌以上の働きは期待できんな。我が名はソロン、獣のはびこる世の救済者よ。あいつら、ようやく姿を現しやがったな。みんな、奴らが黒幕だ。作戦開始だ。やってみよう。よし、やっちゃうよ。残らず撃ち取れ。あそこなら簡単に橋を架けられそうだよ。邪魔だ。避難所に敵襲。あなたの敵です。やはり狙ってきたか。レスターの誇りにかけて守り抜くのだ。ちょうどいい長さの木材が。やってやるぞ。ここが腕の見せ所ってね。作戦開始だ。やってみよう。それ、かければ橋代わりになるの。
一気に攻め落とせ。クラウド、邪魔だ。それが妖怪だ。くらえ。その抜き断の手。おっと、俺に任せとけ。さあ、出番なくていいんだけど。妙な仕掛けは解けたみたいだな。あとはソロンのやつを始末するだけだ。残らず一気に攻め落とせ。わしの邪魔をするでない。貴様のその力どこに手に入れた。まさか貴様は。どうやらライトの方も僕らの力に心当たりがあるみたいだな。まあよい、次の機会を待つとしよう。逃げられただと。ここまで追い詰めながら不甲斐ない結末だ。だがこれで町の混乱は落ち着くはずだ。みんなご苦労さん。3年前と同じだ。一瞬で姿を消しちまった。あれは闇の魔道か。あんな術を使われちゃ捕らえるのは難しそうだな。せっかく遭遇できたってのに何も聞き出せなかったぞ。私もどうしても聞きたいことがあったんですが、ダメでした。リステア、お前は何を聞きたかったんだ。私の体のことです。あいつらは私の体を使って恐ろしい儀式、いえ血の実験を。それで私は長くは生きられない体になってしまったんです。そんな。短命の原因は実験によって私の体が常に負荷をかけられてしまっていること。トマシュ、いえソロンなら、その負荷を取り除く方法を知っているかもと思ったのですが。そうか、次は必ず捕らえないとな。無理なら殺してほしいです。もう二度とあんな実験をさせないように。分かった、覚えておく。あいつとはまたいつか対決することになるだろう。その時は必ず。ああ、もう負けはしないさ。ソロンは君の力を見て驚いていたね。心当たりもあったみたいだが、一体何なんだろうな。俺じゃなくてお前について心当たりがあったんじゃないか。同じことさ。僕たちは運命共同体なんだから。しかし向こうがこちらを知っているというなら、僕もソロンを知っていてもおかしくはないということだよね。記憶にはないが。やっぱり俺たちは闇にうごめく者の仲間ってことなのか。今はわからない。だけどいつか明らかになると思うよ。それが君の願いなら叶えられるさ。
まだまだこの程度じゃ満足できないな。実戦に取り入れてみるか。ソロンは逃がしたが、歌劇団の歌姫を助けられたのは幸いだったな。俺たちが助けたのは町にいるみんなだ。歌姫だけを助けに行ったわけじゃないだろう。それに歌姫って言ったって、正体はドロテアとマヌエラ先生だったじゃないか。あら陛下、せっかく久しぶりに会えたのに、そんな言い方はひどいんじゃありません？おっと、すまない。舞台に立っている姿をまだ見たことがないんでね。戦争が終わったら皆さんを招待するわ。それまで歌劇団があればですけれど。さて、俺たちが引き上げたことで王国も何か動き出すかもしれないな。久々にデアドラに戻って情報収集に努めるとするか。クロード陛下、ここにおられましたか。なんだ、帝国軍のものだな。はっ、アドラスティア帝国皇帝より援軍要請を伝えるため参上した次第。俺たちに援軍要請だって？西部戦線はどこも帝国軍が優勢だと思っていたが、いや、俺たちを頼るってことは場所はフォドラの西じゃないな。はい、ガルグマク大修道院です。王国と教団の軍勢が接近中とのこと。うはぁ、そうきたか。わかった、すぐに向かうと伝えてくれ。はぁ、フェルディアからここまで戻ってきて、次はガルグマクか。休む暇がないな。仕方ないさ、対応が遅れれば遅れるほど犠牲は増えるし、戦争終結も遠のくからな。しかも戦場がガルグマクならレアさんが出てくるかもしれない。俺たちにとってこれは好機だ。すぐにみんなを呼び集めてくれ。